来ないかな。誰か。みんな香織ちゃん見てる説。香ちゃんしてる配信。あ、ごきげんよう。みんなみんなごきげんよう。やっほーやっほー。あー最悪最悪だ。それは最悪すぎる。もうやめてよ本当に。一番良くないそういうのが。アザラシっぽい。なんで？困っちゃうな。やらっとくか。こんばんは。さっきちょうど9時になりましたね。うん、こんばんは。あ、すごい、ちょっと人が戻ってきた。嬉しい。人が戻ってきた。嬉しい。ごきげんよう。おでこさんジャニーさん4周年おめ、ありがとう。ありがとうございます。ちょんちょんちょんちょい。あ、ヤマピーも4周年おめ、ありがとう。私は今からっていうか、無事に洗濯物を買ってきたので。モアモアさんこんばんは、ごきげんよう。なんかさ、ハンガーがやっぱ2回も回すとさ、ハンガーが足りなくてさ、もう頭の体操だったよね。これどうやって干したら全部のこの服をかけられるんだろうみたいな。めちゃめちゃ頭使ったわ。えらいえらい。えらいえらい。そういうことか。配信の間隔が短い、通知が来ないから。あ、そういうことね。理解しました。せやでいつの間にか。でもそんなもうね、あ、1時間経ってなかったら通知来ないんだ。すごっ。そういう仕組みなのね。あ、洗濯物干すって達成感ある。めちゃめちゃ達成感ある。何気好きなんだよね、洗濯物干すの。いや、わかんない。あれによる。気分によるけど。気分によるけど。まあまあ好きな方ではある。シーザーサラダさんが初訪問です。ようこそ。ユクミングさんかな、読み方合ってるから。初見さんだ。初訪問こんばんは。あ、ごきげんよう。こんばんは、京香ちゃんだって。こんばんは、ありがとう。みんなのところ、天気などなど大丈夫ですか。なんでこの時間帯すごい初訪問の方が多いんだけど。毎日アイドル4周年だから、とりあえずみんなお祝いしてや。お祝いしてや、みんなよろしく。もうそんなお祝いしてやって言うほどのあれでもないんだけどね、全然。たかしさんがフォローしました。やった。ありが
それは嬉しい。あ、干し方にこだわりとかあります？干し方のこだわりは特にない。適当、適当だけど適当なりにもちゃんとしている。ちゃんとハンガーにかける。こう適当にかけない。わかる？この縫い目のこのさ、肩のさ、服のこの肩のここのさ、この表側の、表側っていうか、そんなに、その前側とさ、背中側のこの生地のさ、ここの肩のところのさ、この縫い目があるじゃん。ここにちゃんとハンガーの棒が来るようにしたい。こうちょっとずれてる、ちょっとずれて、こうなんか、なってるのとかは気になるから、気になるのと、なんか形歪みそうだから嫌だ。それぐらいです。大したことないでしょ。そう、それくらいです。大したことないでしょ。まさみろさん、4周年おめ、ありがとう。やっさんと陣来さんとにゃんたさん、初訪問です。ようこそ。初訪問の方多くて読み切れない。ティアンさんとスライムさんとクリちゃんかな。初訪問の方、ありがとうございます。そう、縫い目にかける。大事。大事です。ちゃんと効果があるかは知らんけど、大事です。おめでとう。だって、ありがとう。ありがとう、ありがとう。私、どこまでしたんでした？あ、パウダーね。靴下の干し方は2つ合わせて干してる。2つ合わせて、なんて言ったらいいの、甲側、アキレス腱側じゃなくて甲側を合わせて、そこで挟んで干してる。一番あれじゃない？スタンダードのやり方かも。待って、グレープ食べたいかもしれん。4周年めでたい。おはありがとう、みんな見に来てくれて嬉しいよ。こんばんは、ごきげんよう。いつもメイクしてるの？いつもはしてません。休みの日はしたくありません。でも今日は4周年だからしてる。えらい。今日は4周年だから、そういう時はちゃんとする。うわー、なんかキャンプしたいね。プラネタリウム、うわ、星空をなんとか流星群みたいな見に行きたい。でもそれはもうね、地元を行くしかないんだよね。地元に行くしかないんだよな。まだ休めるの大事。くしゃみ出そう。くしゃみ出そう。やばい。くしゃみ出そうだけど出ないかもしれん。プラネタリウムたまに見に行くけど、その度泣けてきちゃう。やばい。疲れてるやん。人生疲れてるやん、それは。
いいね。ごきげんよう、いさひこさん。いさひこさん、こんばんは。クロワッサンが500回目の訪問です。ようこそ。あ、なんとか流星群外に見に行った時より家の窓からの方がよく見えた時複雑になった。確かに。確かにそうかもしれない。え、この前プラネタリウム行っていいの。福井の星空は綺麗ですよ。めちゃめちゃ綺麗。いいよ、本当に。星空を見て綺麗だなって思う人と結婚したい。星空とか、花、お花、咲いてる、こう道端に咲いてる花を見て、ちゃんと綺麗だなって思う人と結婚したい。うんうん、それなすぎー。え、ワイも数億年ぶりにこの前行った。え、プラネタリウム？いいな。え、待って、でも視力回復するやつやっぱいいよね。私も視力回復する手術受けようかな。後で調べてみようね。そういうのめっちゃ大事。でも大抵の人ってさ、お花とか見て綺麗って思うんじゃないのかな。思わないのかな。どうなんだろう。人の心うーん、まあそれは。おのおの感性が違いますからな。なんとも言えないけど。ちょっと待って。後の配信で、あれ携帯、あった。何をと思ったんだっけ。あ、夜景とかそういうの好きだからイベントごとに行ってしまう体質なんだけど。チームラボってあれだっけ。チームラボって、待って、今これさ、なんかリップ塗ってるみたいな感じじゃない。そうでもないか、ごめん、忘れてる。なんか肉眼で見るとなんか赤いなって感じ。あ、金木犀とチンチョウゲが咲く季節だけ楽しみに生きてる。待って、ちょっと待って、あ、待って、忘れちゃった。あ、そうだった。後での配信で何を話すかっていうことをメモっとかないといけないんですよ。で、何しようと思ったんだっけ。チームラボほんま楽しい。え、そうなの。もうな、あ、チームラボってあれか、なんか8月末までみたいなやつだったっけ。なんだっけ。確かそんな感じだったよね。あれ、私何の話しようと思ったんだっけ、忘れちゃったな。モッチー4周年おめ、ありがとう。あれ、何の話しようと思ったんだっけ。え、ガチで忘れちゃった。まあいっか、とりあえず、まあこれはまあこの配信はまあないようなもんですから。ないようなもんです。今日は、え、てか聞いて、なんかさ、意外となんかさ、10月の頭に武道館みたいなさつもりだったからさ、え、もうすぐじゃんみたいな感じだったけど、意外とあと10日ぐらいある。10日じゃない、20日ぐらいあるんだよね。え、意外とまだまだ先だなみたいな。意外とまだまだ先だなみたいな感じがしてる。どう思う？みんな的に、え、どう思う？
あと17日それくらい。待って、なんかもうちょっとあれだったかも。まあいいか、まだまだやな。ね、なんかまだまだだよね。なんかね、まだ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 なんだよ意外と。そう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 、確かに来週ぐらいにはもうちょっと。確かに。猿の腰抜けてたロケキありがとう。あ、再来週の週末、再来週の週末って考えたらあれか、早いか。再来週の、ああ、いや、再来週か。ははは。パリ行かない？パリ？台湾行きたい。一番行きたいの、台湾だな。言葉がマジでわからないから。あ、もう高速バスの予約しちゃったわ。え、それってさ、完璧完璧。バスの予約は絶対早い方がいいよ、安いから。くしゃみ出ちゃうな。ナイス、近くにトールあるの、ナイス。あ、3日分のリハーサルってめっちゃ大変なんじゃない？めっちゃ大変。でもまだそのめっちゃ大変に入ってない。なんかもうっていうか、結構あれだから。なんかもうこの日までに、はい、覚えといてねーみたいな感じだから。キーさんが初訪問です。そうなんですよ。あ、10月に入ったらあっという間に来そうかなって思ってる。え、だよね、10月に入ったら意外。あ、もう有給取って準備、また最高、素晴らしい、楽しもう。武道館衣装とか気になるよね、どんなんだろう。ひろたかさんがフォローしました、ありがとう。待って、めっちゃくしゃみ止まらんのだけど。やだ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 。トゥ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 。あやみんもレッスン早く始めた割にバタバタになってるって言ってた。それが普通。うん、まあそうだね。でもなんか、いや、難しいよねっていうか、難しいよね。なんかあんまり早く始めても私、遅く始めすぎても私、なんか難しいよね。ちょうどいい感じがさ、もう分からなくなっているよ、きっと。もうメンバーも、スタッフさんも多分分からなくなってる、きっと。このグループは。困ったもんです。小野瀬さん、こんばんは。コメントありがとうございます。あ、な、武道館のコンサートあるんで、おりんちゃんの生誕祭で遠征しちゃった。1ヶ月に2回の遠征でお金が、あ、確かに。いや、じゃあ、でも普段はさ、その数ヶ月に1回の遠征ってことでしょ？それが、たまたま、まあ、1ヶ月に2回になってるみたいな。じゃあ、大丈夫、そんな。平均したら、そんな月1遠征とかじゃないんじゃない？だったらいいんじゃない？みたいな。で、マガゼプリンスさん、4周年おめありがとう。普通がわからん、草だって。いや、もう、普通わかんないよ。
私でさえ分かんないんだからさ、もっと歴長い先輩方とかさ、長くいらっしゃるスタッフさんとかとも余計に分かってないよきっとね。私の勝手な予想ですけど、あ、コージッキーさん4周年おめありがとう。おとさん？おとさん？メジャーか。おとさんがフォローしました。ありがとう。遠征一度し始めると歯止めが効かなくなる説。ありそうやな。ありそうやな。いや、意外と、みたいな。意外と、いや、これ食費を削れば、みたいな。生きるのって大変だよね。生きるのって大変だよねっていうか、なんかお金のやりくりって大変だなって思うよね。本当にね、びっくりしちゃいますよ。あ、いい感じ。ちょっと鼻ができてきた。HKT 超絶おじさん、バラ、ありがとう。多分16期以降誰も普通を経験してないと思われる。そうなの？そうなんだ。普通わかんないよね。マジで。普通って本当にわからない。ティッシュが欲しい。ティッシュが欲しい。あ、いいや。え、嘘。3年ぶりくらいにお手紙出しといてよ。本当に？嬉しい。私お手紙大好きマンだからマジ嬉しい。ありがとう。イレギュラーな支出多すぎるね。え、でもなんだかんださ、なんだかんだ貯金はあるじゃん。みんな、きっと。だから、まあ、意外と。あ、今人生最大の金欠だからマジよかった。人生最大の金欠をどんどんあれなんじゃない？更新してるんじゃない？あれあれ。まあ、先月、あんな金欠で生きれたんだから、まあ、今月はまだ生きる。まあ、わかんないけど。あやさん初訪問。いくちゃんさんも初訪問。ようこそ。お手紙嬉しいな。ありがとう。こんばんは。今日の眉毛ちょっとキモくない？なんかちょっとキモいな。ちょっとだけ微調整をしたいと思います。じゃじゃーん、こんばんは。あ、貯金はあるけど自由に使えるお金は少ないのさ。あ、そうだ、そういうことだよね。そういうこと。自由に使えるお金は少ないけど、まあ、貯金はあるからも死にやせんみたいな話だよね。久しく口座見てないから、見たらめちゃくちゃ減ってそうで震えるだって。やばいやばい。ピエン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 。え、ついでにプレゼントも送ってた。え、ありがとう、ありがとうございます。あ、どれだけ金欠でもオタクやめられないのは生き方だからだろうなって思う。だって、え、でもオタクってさ、まあ、何オタクでもあれだけどさ、お金の使い方ってさ、結
結構もうその人が自由に決めれるじゃん。その握手会とかお話し会とかどんだけ買うかとかさ、じゃあ配信とかでなんか有料のギフト投げたいなとかさ、なんかだって なんだろうお金使わないでいようと思ったらさ、めっちゃ使わずに済むよね、オタクって。わかんない、それをオタクと呼べるのかどうかは果たしてあれだけどさ、本配信の時間は予定通り、予定10時半ぐらいから、10時半ぐらいから始めたいな。この配信はまあメイク終わり次第終わるかなぐらいな感じで、で10時半からまあちゃんと話そうかなぐらいな感じ。ちょっと待って、一瞬ちょっと配信切っていいかな。ちょっと待ってくれよ。あ、ちょっと待ってね。ナイスー、よし戻ってきた。も戻ってきた。待って、どこのあれだったっけ、どこのあ、オタクの佐賀でお金使っちゃうよね。カズヤさんハートありがとう。シンダマンショーさん4周年おめありがとう。カズヤさん4周年おめありがとう。いいんじゃない、シャチさんハートありがとう。しげゆきさんがフォローしました、ありがとう。更新された、HKT 超絶おじさんケーキありがとう。待って、ちょっとバタバタしてしまっているな。ちょっと待って、ってことはテロップも消えたということだね。ちょっと目を離した隙におじさん二人のルームに飛ばされてた、なぬ。超絶おじさんケーキありがとう。デモドリさんも4周年おめありがとう。待って、もう35分なの、もう35分なんですか。だよね。さっきと同じテロップを書きたいと思います。じゃん、ビール、ふぃー。
オッケー。オッケー、オッケー。ビビン。パンダ丸さんがケーキいっぱいくれる。待って、めっちゃケーキ食べたいんだけど。きょんちゃんの部屋じゃなかったら入ってグレー一色は焦るところだった。だってありがとう、ありがとう。明日久しぶりに僕と入れる。よろしくね。よろしく。やばい、もうすぐ。あ、明日劇場行くよ。だってありがとう、ありがとうございます。明日の公演が終わったら、いった、いや、ちょっと待って、このネイルをさ、ネイルをピント合わない。ネイルをトトさん、初見さんがコメントくれた。こんばんは、コメントありがとう。ちくわ豆腐さん、よしのお前ありがとう。ネイルをいつ落とすか問題。この武道館の前に一回、また武道館仕様にしたいので、どうしようかな。おすすめ曲を教えてください。草原の奇跡です。何のおすすめ曲だろう。今普通にふと草原の奇跡が思い浮かんだから、草原の奇跡の鼻歌を歌ってたんだけど、何のおすすめの曲だろう。 AKB のおすすめの曲かな。あの最終ベルが鳴るをイヤホンで大音量で聞くととってもテンションが上がるのでおすすめです。みんなもやってみてね。きなこライフありがとう。そう、いい曲ですよ。今日の眉毛、なんかでもちょっと左右で違うんだよね。ちょっとだけ足すぞ。やってみてみんな。サイベルを大音量で聞いて、こう自分がアイドルになったつもりで口パクをしながら駅まで歩くっていう。そう、駅まで、家から駅までの間にこうなんか聞くとちょっとテンション上がるからおすすめです。あ、秋元才加さんに会ったことありますか。会ったことっていうか、見かけただけって感じ。みーちゃんの卒コンの時に卒業生の方いらっしゃったから。みーちゃんの卒コン、マジさ、円盤化してほしいよね。左右で眉毛の太さ全然違う。サイベルいいよね。あるはずのないオーディションを受けようとしてた時の気持ちが芽生える。そう、家を飛び出したんですよ。いい曲だな。よし、迷いますからレッツゴー。4周年おめでとう。ありがとう。待って、急に醤油ラーメン食べたくなってきた。普段なんかラーメン食べたいとかは全然思わないんだけどな。急になんかラーメン食べたくなってきた。どうしよう。いいな、醤油ラーメン。ごきげんよう。みーさんの卒コンからカムバしました。うわ、最高じゃん。最高じゃん。いや、まじみーちゃんの卒コン。いや、あれさ、私多分もうあれじゃない？誰かの卒業コンサートに出演するの多分みーちゃんがもう最初で最後なんじゃない？
すごくない？結構みーちゃんの卒コンが最初で最後ってさ、すごいよね。増田くん4周年おめありがとう。下地下地こんばんは。あ、僕も今日本酒飲んでたらラーメン食べたくなるね。ラーメン食べたい。醤油ラーメン、あの透き通ってる系の、透き通ってる系のやつがいいな。あれ、ゆずきちゃんとラーメン食べに行った話したっけ？ゆずきちゃん、末永ゆずきちゃんとラーメン食べに行った話したっけ？美味しかったんだよな。久しぶりにゆずきと会ったんだけどさ。あ、ひろさんがケーキいっぱいくれる、ありがとう。そう、末永ゆずきさん、そう、結局ななあれ何ラーメンだったんだろう、わかんない。あれ何ラーメンだったんだ、わからない。分からんけど、おいしかった。あ、待って、日曜日に公園前秋葉原でラーメン食べようと思ってたのに大雨で断念しました。あら、それは残念。ひろさんハートいっぱいありがとう。すごいあれだ、あの本当になんかさ、コミュ力みたいなさ上がっててさ、めっちゃ喋ったわっていうか、めっちゃ喋ったわ、本当に話しかけてくれたし。え、でもその何、根本はさ、そんなに当たり前に変わらないんだけど、その昔のゆずきにちょっとおしゃべり感を足した感じでした。可愛かったですね。モンスターさん、ロールケーキありがとう。ありがとうございます。あ、そうなの？本を読んでコミュ力上がったの？あ、ちょっと待って、あ、びっくりした。昨日、一昨日と今日もラーメン食べた。え、3日連続ラーメンってこと？やばいね、それ3日連続ラーメンは、それはさすがに死んじゃうそれはさすがに死んじゃいますね。あー、ちょっと色をのせず、いやー、そんなこともないかな。待って、新しい、これはなんだっけ、これロムアンドクリか、ロムアンドの方にも慣れないといけないですね。そうそう、ゆずき、そう、いいところはそのままに、いいところというか、そう、とってもいいと思います。ゆずきちゃん可愛かったです。え、そう、それでさ、うん、あ、卒業してからどれくらい経ちますっけ？でもさ、パジャドラやってた頃だよね。もう2年ぐらいは経つんじゃないかな。パジャドラやってたのはいつだっけ。おーい、どうぞ。あ、今いいよ、見えない。雨降ってる。え、でも普通にあの缶とかは大体かな。あー、あれだし、ちょっと待って、一瞬。いや、もういいや、ずっとかかるでしょ。トゥトゥトゥ。あ、そういうことか。ヤナさん4周年おめありがとう。ナチュラルに。ちょっと待って、なんかね、
自分の部屋に移動したいと思います。でもいろいろものを動かないといけない。ちょっと待ってね、ノックが。でも多分さ、配信のあれがさ、絶対リビングなんだよ。取りに行かなきゃいけない。いや、まあ取りに行くんだが、ちょっと待って。じゃあまず、まず私は何をしなきゃいけないかっていうと、まず私は、15分おめでとう。それ多分あともう一回見ることになるんだろうな。今が46分。ちょっと待って、これ一旦さ、これもうさ、いった、これちょっと待って、配信のあれ的にどうなんだ、ちょっと。配信のあれ的に、ちょっと待って、頭使うな。待って、じゃあ一旦、このメイク道具たちは自分の部屋に持っていきますね。もうできますね。よし、いい感じです。そしたら、あ、ちょっと待って。いや、いい感じだ。そしたら私の携帯、あ、ちょっと待って、わけわかんなくなる。いや、わけわかんなくならないな。あ、いいんじゃない。よし、あ、真っ暗だ。あ、ミス。思ったより寒かった。 OK です。あれ、よし、 OK なんだけど、 OK なんだけど、うわ、ちょっと待って、物が多いんだよね。物が多いんだよな。一旦これ、あー、ちょっと難しいね。ちょっと待ってね。3でカメラどっちにした方がちょっといいか。これさては、あれだな。あ、するんだ回転。来ました。いい感じ。ナイスです。さあ、まだ顔に何の色もない。顔に何の色もないんだけど。よっしゃ、疲れたぜ。お引っ越し完了です。電源、え、よくね。今日眉毛太くない？今日なんか眉毛太くない？平手無理なさん、ハートとだるまとかわいいと音符ありがとう。こんばんは、ごきげんよう。待って、10時までにメイクを終わらしたかったんだけどな。いや、でも待って、これさ、賞味、いや、むずいね。マスカラとかは諦めるというか、そう、寒い、ちょっと寒かった。窓開けてたんだけど寒くてびっくりしちゃいました。来ました、こんばんは。でも
迷うな。今後の人生プラン迷いみ。今後の人生プラン迷いみ。待って、思ったよりネイル綺麗じゃん。思ったよりネイル綺麗じゃん。待って、そうだ、私さ、この手鏡みたいなさやつあるんだけどさ、この前盛大に割ったんですよね。ひび割れた鏡なんだよな。結構ゴリゴリに割っちゃってさ、反射するからなんだけど、ほらやばくない、ここさめっちゃゴリゴリに割れたんだよね。やだー。なんかでもこれを見るしかないっていう、これを見るしかないっていう悲しさ。あ、よし、じゃあ、思ったよりゴリゴリに割れちゃったっていう感じです。そう、それは辛い。こんばんは。あ、鏡割れるの悲しい。あ、昔お気に入りのジバンシュ割って泣いた。うそ。心が欠けてしまったね。心も欠けてしまいましたよ。心も欠けてしまいました。しんどいです。本当に。むずいね。人生むずいよな。ちょっと待って、じゃあ一旦この配信何分から始まったことになってるんだろう。一旦終わってまた10時半から再開ということにしようかな。あ、スマホもこれでも買ってからバキバキになるよね。え、また聞いて、私 iPhone にしてから一回もスマホの画面割ってないんだよ。てか絶対アイフェイスのおかげなんだけどさ、やっぱアイフェイスいいですよ。アイフェイス割れないのでおすすめです。あ、9時半からになってる。待って、頭がって感じだな。いや、ちょっと待って。いいかもしれません。そう、アイフェイスいいよ。でもアイフェイスいいけどね。アイフェイス、あ、ワイもアイフェイスにも絶大な信頼を置いてるから分かる。そう、何回もね、ド派手に落としたことあるんだけど。何回もド派手に落としたことあるけど、全然無傷だから。ケースは割と傷ついてるんだけど、ケースは結構そんな、でもケースも言うてって感じで、なかなかいいと思います。可愛いです。そうだから、みんなもアイフェイス使ってみてね。顔薄いね。顔が薄くてびっくりしている。でも意外とさ、これでさ、ハイライトとさ、リップだけやっても意外と大丈夫とか言って、そんなにメイクをサボろうとしない。よくない、そういうとこよくない。ファンレターと一緒に何か消耗品を送りたいのですが、何がいいのでしょうか。消耗品、マスクとかじゃない？今の時代。消耗品？パッと出てくるのマスクぐらいしかあれだな。これ。もらって嬉しい日用品。もらって嬉しい日用品？服は日用品ですか？日用品じゃないよね。日用品、それくらいが好きだったりします。本当に？だって、まあ言うてだってね、まあ素
ステージ立つわけじゃないしね。いやでもアイシャドウ、まあアイライン、アイライナー、アイライナーとかだけ、アイライナーとかだけ引こうかな。だからいつもよりちょっと、いつもよりちょっと、いつもよりちょっと目はちっちゃいけど、まあ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 許してよ。あ、なんでも日用品なの？なんでも日用品になる？服も日用品か。日用品？靴下？靴下？でも靴下この前ね、いっぱいいただいたんで。なんだろう。だってコスメとか送れないしね。顎の形いいね。だって初めて言われた。顎の形？顎ないよ。私、萌えかに顎ないねって言われた。丸顔だから。顎ないねってずっと言われてました。善次郎さん4周年おめ、ありがとう。よし。え、意外とちょっとこれぐらいの顔いいんじゃないですか。どう思いますか。あと何着よう、夜。何着ようかな。まあじゃあ一旦、じゃあちょっと、あれね、ランキング読もう。ビビビビビビビ。13位メリちゃんありがとう。12位ハリケンさんありがとう。11位ヘスターさんありがとう。10位シューボードさんありがとう。9位カズヤさんありがとう。8位世界の歩き方さんありがとう。7位がヒロさんありがとう。6位バンケンさんありがとう。5位がタクマくんありがとう。4位シャチさんありがとう。5位がジュ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 。3位がモンスターさんありがとう。2位がカモンさんありがとう。そして1位がちくわ豆腐さんです。ありがとう、ありがとうございます。靴下って普通のサイズで履ける、普通のサイズで履ける。 2.5 とか 3とかです。私はよろしく。じゃあ多分またまあ10時半くらいに配信始めるから、またみんなよかったら見に来てください。飲んで待ってます。いいね、よろしく。バイバーイ。また後ほど後ほど後ほど。バイバーイ。